浜松市立高校でありました。日本選手権女子 1600m リレーの表彰を終わります。おめでとうございました。スクリーンをご覧ください。リージョシー 100m ハードル準決勝の結果、決勝進出プラス3の競技者お知らせをします。佐藤さん、富岡、14秒84、淵田さん、青戸、14秒88、白井さん、津亀、14秒88。2組で同着同タイムがありましたので、3名が決勝に出場いたします。各組の2着までと14秒88までの3名が決勝に必要です。この後トラック競技は A 男子110m ジュニアハードル準決勝です。その第1組の選手が入場しています。夏の全国大会決勝出場者7名が出場いたします。1組に夏の全国大会優勝の西森君、兵庫有馬南が5名、3位優勝の東野幸輝君、愛知 AC 宇都宮が2組の7名、そして3組には第2位に入賞した斉藤優真君、熊本八代第2が7名に入ります。全国大会優勝者1組には2名、2組の同じく2名、3組には3名出場いたします。まもなく競技が開始になります。B 男子走り幅跳び決勝はまもなく5回目の試技に入ります。